皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、ゲストに来ていただきました庄司武さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、東日本大震災のことをちょっとお伺いしていきたいと思っていて、私自身、10年前に、健常者として隣の山形県で、地震をこう感じたことはあったんですけど、車椅子になってあれどうやってこう避難所生活するのかなとか、どういうふうに過ごしたらいいのかなっていうのがすごくこう疑問に思って、実際こう経験した方をこういろいろ辿ってですね、今回お話を聞かせていただけるということなので、ちょっとこういった場を設けさせていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず、当時の状況っていうのをお伺いしてもいいですか。その地震があった時、まず何をして、していたかというか。地震があった時は僕は職場に行って、仙台市内の職場で働いていて、はい、でその建物の3階にいて、はい、事務作業をしてたんですね、うんうんうん、でそこで地震が起きたと、はい、いやもう起きた瞬間はもうやばい、もうやばいとしか言えなくて、うんうんうん、とにかくやばいやばいっていう感じで、しかも長かったじゃないですか、はいはいはい、時間が、うん、揺れてる時間が長くてどんどん大きくなっていくし、うん、もう何かするとか何か考える余裕っていうのがもう一切なくて、うん、もうとにかくやばいやばいって言って、もう車椅子からやっぱ落ちそうになるんですよね、揺れで、それで精一杯で、で物も全部倒れてきて、うん、でその会社の天井のこのボードとか、うん、バンバン落ちてきて、はい、揺れが収まってて、うん、で周り見たらもう全部もう足の踏み場もないぐらいになってて、庄司さんは、まあ、頸髄損傷なので、一応この首ですね、はい、手の握力っていうのがないじゃないですか、はい、揺れの時普通人ってこう机にこうガッてこう掴まないといけなかったり、うん、それこそ大体避難訓練で教わるのは机の下に隠れましょうじゃないですか、うん、私たちの場合隠れられないし、はい、頭を守るとか、それこそ揺れに耐える、体幹がないから揺れに耐えるとかっていうのはすごく難しいと思うんですけど、うん、で他の、会社の人はデスクの下に隠れてた感じですか、うん、その時は。そうですね、みんなそういう人もいたし、うん、一目散にやっぱ助けてこっち側にも来てくれる人とかもいたりとか、うん、はい、正直この障害者はどうしようもできないですよね、やっぱり、うんうんうん、なんだろうな、本当に何もできないなっていうのをその時分かったし、うんうん、でもとりあえずだから車椅子が落ちないようにっていうだけでしたね、その時は、うん、じゃあその、地震が収まって、周りがすごく散乱してて、そこから多分避難っていうことになると思うんですけど、うん、避難は無事にできたんですか。もちろんその周りが全部なんだろう、車椅子で移動できないぐらい散乱してたので、うんうん、担いでもらって、うん、でエレベーター止まってたんで、はい、担いで3階から1階まで下ろしてもらって、うん、っていう形で、とりあえず避難してでしたね。でその後はこう避難所に行ったのか、それともお家は無事だったんですか。はい、家の中は全部散乱、結構いろいろ崩れてたりはしたんですけど、うん、はい、なんだろう、家自体のダメージはなかったです。うん、はい、じゃそのまま会社から自分の車、はい、で、自宅に帰ってっていう感じですかね。そうですね、で、これが結構すごかったのが、うん、駐車場行ったら車がちょっとずれてたんですよ。あ、ずれてて、それ見た瞬間にもうちょっと血の気引きましたよね。 あれと思って、で、帰り道も道路も至る所にこう亀裂入ってたし、うんうんうん、で水道管とかなんか所々破裂して水がこう出てたしとか、うん、で信号ももちろん止まってるから、うんうん、十字路とかも一台一台譲り合いながら行くみたいなっていう状況で、異様でしたよね、その時は。うん、家に着いて、その時もうご結婚されて家族がいらっしゃった時期ですよね。はい、避難所ではない自宅でのその生活の中で何が大変でしたか。ライフラインが止まってた、うんうん、その電気、ガス、水道がまず止まってるのと、うん、この先の物資の調達の不安っていうのがすごく
あって、まあ、そこが僕が震災で唯一一番大変だったところですよね。水道はね1日2日ぐらいで復旧したんですよ、まあ、その後でも計画的な断水とかでちょいちょい止まったりはしたんですけど、電気が多分1週間近くぐらいなんか止まってた記憶があるんですね、はい、その間もちろん電気がつかないってことは夜とかろうそくとかで過ごしたりだとかしてたんですね。でもうち幸いその家が自営業だったんですよ、はい、だからあの発電機、あのガソリンとか燃料入れてやる発電機があって、はい、まあ、時間を決めて発電機回してる間はその携帯の充電だったり、まあ、テレビ見て情報を仕入れたりだとか、でもそれもガソリン問題ってあったじゃないですか、なかなかね、ありました。だからそのやっぱりこう計画的に使うみたいな感じで、電気はそんな感じでやってて、で一番僕は結構辛かったのがガスが、ガスが一番長くて、はい、3週間ぐらい結構長く本当に止まってたんですよ。でガスがないと結局お湯が出ないじゃないですか、はい、お湯出ないと、まあ、なんだろう、贅沢かもしれないですけどシャワーとか水じゃないですか、シンプルにやっぱ辛いんですよ。でそうですね、3月、はい、3月、仙台の3月って言ったらもうただの冬じゃないですか、だからそれは本当に辛かったですよね。でガスが出ないから携帯カセットコンロみたいなやつで、まあ、料理したりだとか、っていう感じでしたね、自分たちが使う、まあ、薬であったりそれこそ、導入ですか。僕ね、その時ね、あのコンビニっていうやつあるじゃないですか、そう、はいはい、したくなったら出せるっていうタイプだったので、はいはいはい、なのでそこら辺はまあなんとかストックもあったので、なりましたけど、不安ですよね、そういう薬とか、そういうものって健常者と違うので、そういう不安は常につきまとってましたよね。10年経った後でも結構余震続いてるじゃないですか、最近も、ね、今日の朝もありましたね、ありましたね、そのなんかもう対策っていうのってでもなんかありますか、正直。正直やっぱり身体的なハンデがあるので、地震が起きた時に何かで体を守るとか、そういうことは正直できないと思っていて、でもあの心の準備と頭の準備はできるじゃないですか、はい、いつ来てもいいような心の準備というか、慌てないようにしておくことと、あと頭の準備はその必ず地震が起きた時って助けに来てくれる人っていると思うんですよ、なのでその助けてに来てくれた人に対して的確な指示が出せるように、例えばこの車椅子ここ持つと持ちやすい、力入りやすいですよとか、そういう指示が冷静に出せるような準備っていうのはしとくべきというか、それは最低限できるんじゃないかなと思いますね。なんかそういう何か、例えば家の周りのご近所さんのなんかこう、関係性ってありますか。そうですね、結構うちの周りの同年代の子供たちが多くて、まあ、そういう付き合いはあるので、まあ、僕が障害を負ってるとかっていうのは分かるので、まあ、そういう面では、まあ、分かってもらってると思いますね。自分が災害起きた時の避難所っていうのって分かってます？今僕ね、分かってないすいません、ね、準備できてない準備できてなかった、すいません。でも実際行きたいと思いますか、避難所に。避難所行きたくないです。ですよね。やっぱり、なんか障害云々っていうのはあんま言いたくないというかあれですけど、やっぱり大変じゃないですか、車椅子で避難所行って体育館の床に寝ろって言われても、それだけでもやっぱりちょっと嫌じゃないですか。無理ですね。なのでやっぱできれば行きたくはないですよね。結局、まあ、公民館であったりとか、まあ、学校の体育館であったりとかっていう中で、お風呂はよくね、自衛隊の方々が作ったお風呂とかも全部基本的にはもう無理じゃんってしか思えないんですよね。使える要素が全くないし、まあ、体育館だったらもしかしたらその学校の中に多目的トイレがある新しい学校だったら使えるのかもしれないけど、それこそ寝るっていうことに関しても
最近だとあの段ボールベッドみたいなのが、ね、できてると思うんですけど、それでも結局私たちの場合褥瘡と戦わなきゃいけないので、段ボールベッドでももう無理だしって思ったら、なんか何とかしてでも家のこう寝るスペースとトイレのスペースくらい確保して過ごせるんじゃないかなとか思ったりは私もすごいしてますね。防災セットみたいな、食料とか、そういうのはもちろん定期的にチェックしたりとかはしてますけど、なるべくその家でなんとかなるようにはしたいですね。まあ今こういう時期なので結構震災の特集とか放送されてたりしますけど、アドバイスってすごい難しいと思うんですけど、やっぱどういう行動をその時取ることがいいのかとか、こういうのは知っておいた方がいいよとかありますか？障害とか関係なくなっちゃうかもしれないんですけど、やっぱり一番は忘れないことだと思うので、もちろんねこの震災って、まあ、原発だとか津波だとかで、多くの、命を、奪い去られてしまったというか、多くの被害を受けて、悲しいというか辛い出来事だったじゃないですか、それは絶対忘れちゃいけないし、語り継いでいかなきゃいけないことだと思うんですよね。で、それを何だろう語り継いでいって、今後に何かのために生かすってことは大事なんですけど、その一方で僕が感じたことは、人間って捨てたもんじゃないよねっていうか、なんか人間の素晴らしさとか優しさみたいなものっていうのはもうなんか忘れちゃいけないなっていうか、もう覚えておくべきなんじゃないかなと思っていて、震災でなんだろう津波の映像とか原発の映像とか避難所の映像とか、目も当てられないような辛い映像っていうのが日々流れてきたじゃないですか、それを見た時になんか何とかしてあげたいっていうか、なんか助けてあげたいっていうような気持ちにみんななったと思うんですよその時、で実際本当にいても立ってもいられなくなって、あ実際ボランティア現地のボランティア行った人とかたくさんいたと思うし、募金だったり、なんかいろんな物資の支援だったりした人っていうのはたくさんいると思うんですよね、ある意味だからその時って日本がこう一つになったというか、そういう意味では一つになった瞬間だなと思うので、忘れちゃいけないんじゃないかなと、僕は思ってますね。確かにすごく難しいのが、私の知り合いでも車椅子の方がいてた時に、山形県でも川の氾濫があって、こう家の被害泥だらけとか、要はその後片付けに参加できないとか、その車椅子だと要はその助けてもらうばっかりでこっちが何もしてやれしてあげれないというか何も動けなくてすごく無力だっていうことを言って出た方がいて、でも確かにそうなんですよね。身体的にというか、行動に何かを移すっていうのはすごく難しいじゃないですか。片付けもできる、いけないし、それこそボランティアっていうのもすごく難しいけど、でも私の場合は、じゃあそうじゃない、なんかもっと気持ちの面でとか、なんか例えば、料理を作って、その方女性なので、みんなのお昼をなんか作ってあげるとかっていうのもできると思う、なんかそういうなんかそれができないから車椅子になってやっぱり辛いみたいなのはなんか私は違うんじゃないかなと思うんですけど、でも当時やっぱそういうのって感じました、なんかしてもらってばっかりだなとか。実際そういう感じではなかったですね。何かしてあげたいと助けてあげたいって思った時に、自分のできることは何かと思ったらその募金だとか、温かいメッセージでもいいし、それで十分なんじゃないかなと、全員がなんかそういう気持ちを持ってれば、それだけでもなんか救われる人は必ずいるし、本当にこの発信で、その車椅子云々じゃなくてやっぱりその東日本大震災のことであったり、今後もどうしても災害っていうのは起こってしまう中でどう動いたらいいのかとか、どういう気持ちを持っていろんな人に行動していったらいいのかっていうのがなんか伝わってくれたらいいなというふうに思います。ちなみに庄司さんは YouTube をありがとうございます。なんかすみません、なんか知らんって終わるのもあれなんで、なんか
若干期待してたものがあるんですけど、なんかすいませんね、なんかやらしくて。そうですね、はい、ちょっと宣伝してください、チャンネルの。ですか、はい、僕たちは去年に一般社団法人 D ビヨンドという団体を立ち上げて、障害を通じて何かしら伝えることができるんじゃないかという思いで立ち上げた団体で、その中の一つのツールとして YouTube というものをやっていて、 D ビヨンドというチャンネルをやってるんですけれども、僕たちがのなんか障害者の可能性を何かこうみんなに感じてもらえるような動画を撮ってますので、ぜひ皆さん見ていただいて、概要欄に貼ってもらいますね。そこから飛んでもらって、チャンネル登録なんかしてもらえれば。ぜひぜひ、ね、本当イケイケな軽装男子っていう感じはすごい。あ、本当ですか。イケイケな軽装なのにハイラックス乗ってますみたいな、車高高い車にどうやって乗ってんのみたいな感じとか、すごくかっこいい動画だなって私は思います。ありがとうございます。面白いのでぜひ皆さん見てください。ということで、今日はお話ししていただきありがとうございました。ありがとうございました。この感じで、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。